スタート。はい、よろしくお願いします。岩井まさか YouTube からお送りしてます。週刊ウニュです。よろしくお願いします。ということで、お相手は、はい、三好純一でございます。よろしくお願いします。そしたら、この間作った動画がありますので、ちょっと見ていきますかね。はい。思い出しがてらですね。こちら。はい、あ、そうですね。これこれこれ。これは何かというと、何でしょうね。なんか色合い的にはこの間のあの、ルーローとは似てるんで、なんかルーローと同じテイストはしてるんですけど、つまりで言えば、まあ、万華鏡っていうことで、万華鏡ですね。万華鏡の、でももうちょっときついやつが普段の万華鏡よりね、あの、そうだ、正三角形ではなく、さらに正三角形の半分の万華鏡ということですね。三角定規の方は。の色が、これを見てはそれが気づけないけど、三角定規の重心を、うん、そうそう、通ったままぐるぐる線が回ってるというね、なかなかそれをこれを見て気づく人いない。そうですね。分からんですね。分かりにくいけど、まあでもなんかこう、あの、はい、すごくこれを見て思うのは、あの、ゲシュタルト心理学でいうところの図と字っていうやつがありますけど、なんかこっちが、こっちが図だなと思って見てる。ああ、どっちが表かっていうふうに、ね。そう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 。ああ、なるほどね。なんかあれ、あれ、背景とものがなんか入れ替わるみたいな、騙された感じがする。なんか月面が出っ張っているのか、引っ込んでいるのか、違うか、ちょっと。まあ、ルビンの壺とかね、なんかああいう。これはつまりで言うと、赤と黄色は、ある意味対象なの？あら？いや、ある意味が、ある意味、ある意味対象なんだよね。まあ、ある意味。あら、違う？どういう意味で言うかですけど、赤はちゃんと。赤が星の時もあるし。あ、でもそっかそっか。あ、そっか。ある意味対象か。黄色が星の時もあるので。あ、そうだ。ええ。うん。一周する間に、だから、あの、傾きが一緒の直線に、一周する間に2回になるわけですもんね。あ、そう、そう、あの、そうそう、同じ180度もある。これを見て、それが分かるかあれですけど、うん、180度もあると赤と黄色が入れ替わるんで。そうだそうだ。ので、赤も黄色も同じ役割を果たしているといえば、同じ役割を果たしているんです、ね。あんまりそう思ってなかった。ああ、いや、そうですよね。赤。うん、赤がコンペイな時と黄色がコンペイな等の時が。赤コンペイと、うん、黄色コンペイと、はいはいはい、なのだが、うん、なのだが実はだから右回転と左回転はあるんですよね、本当は。あの三角定規上のね、まあまあかな、一応あるかもしれないけど、あるかもしれないけど、まあ、これを逆回転にしてもなかなか逆回転したなって気づかない、ね、うん、あの左向きに回ってるやつもあれば右向きに回ってるやつもあるから、どっちが基準 の、 あの、あ、三角定規でしたかっていう感じですね。あ、そうかな。あ、まあまあ、いやでもあの逆回転あると思いますよ。逆回転あるよね、うんうん、なんかね、つまりあるはずなんですよね、絵がこれがどうなるかが、うん、わかんないけど、まあ似たような逆再生ですよね。今赤コンペあろちょっと中あります逆書いてあるんですよ。なんだ、そのあの正方形がくっついたみたいなやつが、うん、とコンペとの出てくる順番が逆になるとか、そういう感じなんですか。あ、そういうことかな、うん、そうかもしれないです。なんかね、難しいですけどね。難しいたったこれ、あのルールはすごく素朴だけど、結構なんか、あ、なんかね、そうね、ちょっとあの、うん、いいねのつき方がちょっとなんか少し
ヒットしたのかもしれないですね、誰か、皆さんの何かにね。これもジフ動画ってあげたんでしたっけ？ジフ上がってると思いますよ。あ、本当に。じゃあ、ちょっとリツイートもう一回見てみて。はい、上がってると思いました。うん、ジフは一回転、ってか、ワンループで、まあ、何、ループしてますんでね、ジフは。お手軽ですよね。うんうん、で、ワンループ、一番最初作ったとき間違ったの、半分までやればいいかなと思って、半分までやったら赤と黄色がパッて入れ替わる。あ、これじゃねえな。もう半周いるんだっていうことで、やっぱ180度は回んないと。なるほど、なるほど。よくわかりました。私、これも、昔モノクロで作ってたんで、わかんなかったですね、そこはね。モノクロだともうほとんどどっちも、あ、でも白黒がきつく見えるかな。いや、だから、ラインだけで、境界線しか引いてないアニメを作ったことがあって。あ、境界線でね。ね、それは、だから半周でループさせてましたね。ああ、境界線だけだとね。あ、そうなりますよね。そうです、そうです。自分もそう思って最初作ったら、黄色高がパッと入れ替わるんで、あ、違ったっていう、ね。これリメイクではあるけど、やっぱ色がつくと違ってくるので、いいですね。リメイク。そして、もうもはやね、なんか、あんまり重心である意味とかがそんなにないですよね、もしかして。まあまあ、なんでもいいんだとは思いますけど、まあ、それこそ、なんでしょうね、対称性が高いというか、いい具合の。ああ、まあね。あんばいの。いや、あんばいのね。そして、もしかすると、これの次回のやつは、面積がずっと一緒なの？そうでも、ね、面積がずっと一緒のやつ。もう考えたっけ？そうですね。これは一応、黄色と赤の面積比は変わるんですよね。重心と。変わりますね。うん、重心とってて、まあ、ちょうど半分になるときもあるけど、そうじゃないときは、だから、大変の。どっかの頂点と大辺の中点通ってるときはちょうど面積半分だけど、それ以外のときは。なるほど。小谷さんが一番線が短いときはいつだって言ってましたけどね。ああ。これは多分正六角形になったときでしょうね、きっと。なるほど。かな？そうですよね、きっと。そうでしょうね、きっと。あそこを増えると正六角形から変形していくとどんどん増えてきますもんね。うんうん、へこんでても膨らんでても増えてそうですね。うん、はい。俺はこれでなんだか見てられるっていうね。うん、まあだから万華鏡なんかこれより完全複雑なわけで。まあそうなんですよね。シンプルに乱数が入ってる。そう、万華鏡の真髄だけを抜き出したような、うん。あ、そうです。はい、じゃあ。わかんないですけど。はい、はい、まあ、じゃあ今日はこれで。この色を見ると、なんかタイムフロー式を思い出しますね。え、ああ、ドラえもんですか。ドラえもん、タイムフロー式ってこんな色なの？確かそうじゃないかな。あ、本当に。赤字になんか。緑色のカラフトが見えるじゃない。緑色のなんかも あった気はしますね。バージョン違いで。そのアニメ化の時代によっては。ああ、なるほど。あ、まあいいや、はい。はい。では、チャンネル登録を皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいねもよろしくお願いしますと。なんならコメントくださいってこと。コメントが少ないったらありゃしない。これは、なんかクールとかついてませんでしたっけ？あ、ついて、クールついてましたね。うん、みんな、まあ、褒めてくれるのはいいんですけど、うん、ありがとうとしか言いようのない。あとはすんげえ難しい。これは何を意味しているんでしょうかみたいな難しい質問。難しい。あと、すんごい正しいの言ってくれる人もいない。これはこう、そう言ってますけど、これじゃないです。つって、なんか、なんか、日が言ってる人違いますみたいな言ってくれてる時があります。ちゃんと盛り上がってるじゃないですか。時々。あ、じゃあ、これで終わりにします。よろしく。はい。来週じゃないかな。どうもどうも。次回。